Q60 は日産が製造、インフィニティブランドで販売している自動車である。インフィニティ G も参照インフィニティが発表した2014年モデル以降の全ラインアップに対する新ネーミング戦略によって、インフィニティ G クーペからインフィニティ Q60 へと社名が変更された。2015年1月にデトロイトモーターショーにてコンセプトモデルである Q60 コンセプトを発表した。2016年1月にデトロイトモーターショーにて市販モデルを公開。同年秋に販売を開始した。エクステリアデザインはダブルアーチと呼ばれるフロントグリルや三日月状の C ピラーなどでエモーショナル性を表現、洗練されたデザインを採用した。パワートレインには 2.0 リットル直列4気筒エンジンと新開発された VR30 型直噴 3.0LV 型6気筒ガソリンツインターボを採用。3.0 リットルモデルには最高出力 304PS、最大トルク400ナノメートル仕様と、レッドスポーツ400と呼ばれる最高出力 405PS、最大トルク475ナノメートル仕様が用意された。2019年よりインパルが日本国内での並行輸入車の販売を開始した。ありがとうございます。